今回は沼津近郊を旅行してきました。この日は12月にもかかわらず気候は温暖で、このまま水遊びができるのではと思うくらい水温が高く、とても過ごしやすかったと思います。今回宿泊した施設はリゾート系のホテル。部屋は広めだったこともあり、小さい子連れとしてはとても助かります。施設全体がゆったり広めであることより、のんびりと過ごすことができました。夕ご飯、リゾート系のホテルなので正直ご飯にはあまり期待していませんでしたが、まず白米の炊き方が良く、全体として美味しく召し上がることができました。ドラえもん、はい、しんちゃん、ドラえもんどこ。ドラえもん、あ、あ、ママが探すよ。ドラえもんいるかな。ドラえもんいるかな。あ、いいね。一番大事なの忘れてた。大事なのや。ライター。じゃあこれどこいる、これ。さあ、今回の旅行の目的は古希祝いです。しかし、どうにもこうにも主役は子供となってしまいます。ケーキを買うたびに子供がろうそくをふーっと消す、このような光景はどこの家庭も共通なのではないでしょうか。はい、今度マッチ、はい、みんなの手するよ、しんちゃんが、はい、はい、今度パパ、はい、パパの、はい、はい、ふ、はい、今度ママの、はい、はい、パチパチパチ、じいじおめでとう、はい、ありがとう、じいじおめでとう。次の日です。朝起きて朝食を食べ、海に散歩しに行きました。よいしょよいしょ。Cows got milk at supper time, and it was good. The moon twinkled high. 宿をチェックアウトしてから近くの沼津港に来ました。沼津港はここ近年で観光地化しており、見るものも多く楽しむことができました。動物が好きな年頃となってきています。動物を飼うことは教育、とりわけ情緒面の教育に良いと分かってはいるのですが、なかなか昨今の住宅事情だとペットを飼うことも困難であります。できたら犬の1匹や2匹飼ってあげたいとは思うものの、動物を飼うという責任も伴いますし、それに伴って
行動も制限されてしまうというデメリットもありますので、なかなか動物を飼うということはハードルが高いものですね。皆さんはどうしているのでしょうか。食事は爽やかでハンバーグを食べ、その後はイルミネーションを見に御殿場に行ってきました。イルミネーションを見て東京に戻ります。The snowflakes will be falling. It's the most wonderful time of year. So hang up your stockings, put the tinsel on the tree, because Christmas is coming, my dear.